本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。キャリアデザインセンターは、求人情報誌やサイトで転職情報を提供し、企業の採用活動の総合的なサポートをしている会社です。急騰した理由は、上期の業績予想を情報修正したからです。FPG は、リースファンド事業、不動産ファンド事業、保険事業 M&A 事業、フィンテック事業、プライベートエクイティ事業をしている会社です。急騰した理由は、22年9月期業績予想の情報修正を発表したからです。ペルセウスプロテオミクスは、がんを対象とした抗体医薬品や研究用試薬の開発、製造をしている会社です。急騰した理由は、モーニングスターが31日付レポートで、今後、自社開発中の治療薬の導出活動が本格化すると指摘しているからです。デルタフライは、モジュール創薬をしている会社です。急騰した理由は、開発中の抗がん剤候補化合物の臨床第2相試験の進捗状況を発表したからです。スルホールディングスは、不動産テック事業、AI クラウド&コンサルティング事業をしている会社です。急騰した理由は、4から12月期の経常利益が 2.6 倍増加したからです。フーバーブレインは、サイバーセキュリティソリューションの提供、テレワーク環境の構築、生産性及びクオリティオブライフの向上支援などをしている会社です。急騰した理由は、伊藤忠テクノソリューションズと資本、業務提携すると発表したからです。アズームは、インターネットメディア開発及び運用、駐車場の管理運営並びにその紹介業務などをしている会社です。急騰した理由は、中から12月期の経常利益が 75% 増加したからです。アミタホールディングスは、廃棄物リサイクル、環境コンサルタントをしている会社です。2連続ストップ高でした。急騰した理由は、最高値と比べるとかなり売られていたので、割安だと判断されたのかもしれません。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。